全国1億5000万の魔女になりたい皆さん、こんにちは。サップドラマーバンゾンです。人生3分の2も突破したおじさんが突然魔女になりたいとは、ついにそこまで来たかって思いますよね。だとしても悲しまないで笑って見届けてください。前回のフリースタイル自主トレ記録動画でちらっと喋っておりました、今年から挑戦し始めたサップトリック、それが魔女宅です。重量級のおじさんが俊敏な動きなどできるはずもなく、当然ながらジャンプ系のトリックなんて夢のまた夢と誰もが思うでしょうが、思わず飛び始めてしまいました。そもそも魔女宅とは、当然ながら魔女の宅急便の略でして、サップの上で主人公の危機になるべくパドルをほうきに見立てて足に挟み飛び上がろうというトリックで、岩手県下東高原などでサップツアーを展開するウォーター&スノースパイスさんがホームページ上で公に銘打っているトリック名を、そのままこちらでも使わせていただきます。というのも、まさにスパイスさんのツアーに参加した際に挑戦したファースト魔女宅のクオリティがあまりにも低く、無様な結果に終わってしまった悔しさと、たるままの飛んだ魔女宅のクオリティの高さとのギャップに、同じ人間とは思えないほどの差に衝撃を覚え、これは少しでも魔人間に近づかなくてはと挑戦していくことにしたわけです。では約1ヶ月間5回にわたって挑戦した魔女宅を、1最高地点静止画、2通常速度動画、3スロー動画の流れで見ていただこうと思います。後半にタルママが挑戦したほぼお手本ともいえる跳躍と屈伸に優れたクオリティの高い魔女宅も挟みますので、比べてご覧ください。はい、いかがでしたか？数センチ程度しか飛べず、しかも哀れに落水していた初挑戦のひどいジャンプからは、少しは魔女宅らしくなっていきましたかね。膝を折ることはできるようになりましたが、まだ綺麗な正座の体勢になっていないし、着地も成功頻度が低いので完璧には程遠いですが、体もでかいし足もぶっといし、見栄えも悪いのによくまあ懲りずにアタックし続けるもんです。我ながらリフトやターンだけでない新たなサップトリックの面白さを見つけては、これからもスキルアップに励んでいくオバフィフおじさんを応援してやるよという方は、チャンネル登録していただいて今後の動画をお待ちください。今回もご覧いただきありがとうございました。チャオー。